チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。渡瀬裕也の切り捨て御免の時間が、やってまいりました。まあ、今週は、あの、ちょっと、あの、日本国内の問題ということで、はい、今。 あのこれはの収録しているのは3月の15日なんですけれども、ね、今日ちょうど除名にもう本当数十年ぶりの、はい、歴史的事件ということでガーシー議員の除名ということで、はい、あのそれについてですねちょっとまあ切っていただこうとまああの僕はね、えっと、ガーシー議員っていう個人のパーソナリティが非常に強い人じゃないですか、ええ、だからあの個人のパーソナリティに起因する話っていうのは 正直言ってどうでもいいいかなと思っててわゆる恐喝とかね脅迫で訴、ま、え、あまあ、られてるとか、まあ、そういう話っては、まあ、個人としてそれはやっといてっていう話で <laughs>、まあ、詩人としてねで僕は後人として、えー、じゃあどうなのかっていうところで,、はい、で今回出席するかしないかっていうのが問題だったわけですよね議会にそうですねい詰まるところね。 でそれについてまあじゃあちょうどね令和ああ4年ですかね令和4年の2月かなあにえっとまあ衆議院でですね ちょっと面白いレポートがあったんでそれを紹介しようと思ってて、はいはい、令和4年2月の衆議院憲法審査会の事務局がまとめた国会における、えー、オンライン審議の導入に関する資料っていうのがあるんですよこれは皆さんもーグル g l e すぐ見られるんだけど、はい、でそこで、ねえー、じゃ出席ってどういう意味があるのみたいな話とか、ね、出席ってどういう学説があるのみたいな話っていうのが紹介されてて、ええ、これ結構面白いなと。 いうふうに思って皆さんにご紹介をしようかなというふうに思ったんです、はいはい。で、そのまあこのね資料そのものはオンライン審議っていうものがどうかっていう話で、はい、話をされてるわけですつまり、まあ、去年、えー、と令和4年だから、えー、去年ですかね、はい、去年の段階だと、まあ、コロナとかの話があったからオンラインで審議どうなのみたいな話だと思うんですよこれ、はいえー。っていう、まあ、文脈を踏まえて、まあ、技術も発,展発達してきたから。 まあオンラインで議会に参加するっていうのはどうかっていうことを実は検討しだからそのね検討しちゃ結果やってねってだけの話だと思ってるんですけど <laughs> <laughs> そもそもねだからやりゃいいじゃねえかっていうのはまずあの根本的にはあるんですけどそのじゃあその出席に関する主な規定ってどんなのがあるんですかっていう話でえ現行法におけるね出席に関する規定っていうのはまああの両議員えまあこれ憲法からまずあって。 憲法の第56条に両議員はおのものその総議員の3分の1以上に出席なければ議事を開き議決することはできないっていうのがあってでその2に両議員の議事はこの憲法に特別の詐欺ある場合は出席議員の関数でこれを決し可否同数の時は議長の決するとこによるとあとも何か書いてあるんですけどそれが一番重要な話なのでまあそれは、はい、書いてあってでそれを受けて国会法のえっと第50条に まあ委員会の評決っていうのは参考に書いてあってですねえっと第50条は委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し可否同数の時は委員長に決するとこによるとこういうことをなんですねだからつまり3分の1以上が出てでえっと2分過半数でまあ決することができるよっていうことなわけですよ。つまりまあだからあの何つうんですか そもそも全員出る必要性ないんですよね。まあ<手>逆に言うと三分の一まであの総合的に休めるってことです、ね。はそうですそうです。そで,す <laughs> でその上で過半数の人たちがうんって言えば話終わりっていうことなんですよ。うんうん、で、えー、これはまあ衆議院のあの規則だからあんしゅあそこからさらにもう一個衆議院の規則っていうのがあってこ衆議院で検討した資料ですから第百四十八条に表決の際議長にいない議員は表決に加わることはできないって書いてあってまあこれは参議院も多分一緒だと思うんだけども、えー、で。えー まあ、あので第51条に評決さえ減在しない委員は評決に加えることができないってということで、えー、まあだからあのまあ全員ねそもそも議会に出席している必要性はないし過半数で OK だしでも衆議院の規則には議場にいなきゃダメ、えー、つまり、えー、衆議院とか参議院はっていうことは書いてあるっていうことなわけです。うん、だかから、まあ、あのなんつうんうですかね えーまあ、今のルールはそうだと、うん、ういうことなんですね。で、えー、じゃあそういう中でうんとまあいろんなねあの問題っていうのが指摘されてるわけですけど、まあ、この出席の解釈っていうところになってくるわけですよね。まあ,まあそもそも出席とは何ぞやみたいなうん、うん、訓行学みたいにな話なんですけど出席の解釈もねこう世の中っていろんな研究をしてる人いるんだなと思って。 るんですよそもそも。うんうん、あの学者の皆さんの,あの説によるとですね物理的出席説っていうのと機能的出席説っていうのがあるって話なんですね。ええ、で物理的出席説っていうのはもうあのなんですか存在がそこにあれよみたいな話でうん、うん、要はあのまああれですよね、はいまあ、も,もともとねあの、はい、これ海外の会議なんかでね、うん まずそのロールコールって出席を出欠を取るときにあの返事があれですもんね今イエスっていう人も多いですけどもともとは正式にあのプレゼン要す、うん、います」っていうそうあの答えるのが割と確信の高いところをそういうに答えさせられるのそですね。で とはいうものの議員には<ン>まあ議員ってあの委員はこう、ね、あの参議院とか衆議院の委員には自立権っていうものがあってその裁量がありますよってことで 機能的出席説っていうのもあるんですねこれ新しい有力な説って書いてあるんですけどその資料によるとですね、うん、まあさっきの物理的な方が従来当然の前提って話で新しい説が機能的出席説ってやつなんですけど機能的出席説は出席を要求する趣旨は議員自ら議論しその過程を通じて議員案に対する3位の意思を形成し最終的に自ら評決に参加すること。 このような出席の機能,機能に注目すれば必ずしも空間的場所的な議場に存在しなくても ICT を活用して一定のインタラクティブな環境を整備することによって出席と評価することは可能なんじゃないかという話なんですね。 でだから何をもって出席と認めるかは憲法が両議に認めている広範な議員自立権議員の組織および運営等に関して行政司法他の議員から干渉されることなく実績に決定できる権能に基づいて決定することができるっていうのが機能的出席施設なわけです。つまりまりあ オンンラインでいいいじゃないかっていう,、うん、うこと逆にあれですよねこれがあの、はい、新しい有力説っていうのは、まあ、昔はね本当物理的に行かざるを得なかったのが、うん、今はそれこそまあ古い時代でもそのまあ電話とか音声だけでもできるようになったよね、うん、でそれがあの映像もできて、うん、今もう本当 Zoom なんかでオンラインで簡単にできるようになったよねとっそしたら特にそのこの、ね、数年コロナその他で人が集まりづらい時に、うん、まあ民間の会議なんかもオンラインがもうかなり主流になってきてる面もありますから。うん だからそれを当然議会だってそういうふうに変えてもいいよねっていう議論は出てきてしかるべきですもんね,そ,でねででその結果、まあ、だからこのどっちの説に立つかっていうのによって、うん、そのオンライン審議っていうのはそもそもこう考え方が異なるわけですねだからあの絶対に物理的にねそこにいろよという説に立つ、まあ、つまり物理的出席説っていうのに立つと。 憲法の出席という文言を改正しななきゃいけないけよねってこれ憲法改正が必要になりますよねということで、えー、本会議のオンライン審議を認めることとするためにはまあその憲法改正しなきゃいけないよねって話なわけです。でで機能的出席説の場合だとうん、うん、これはまあ,あの、えーまあ、その憲法とか国会法のやつは変える必要性がない,あないっていうことで、えっと、その衆議院とか参議院の規則に議場にいないっていう文言を改正して 本会議のオンライン審議を認めることにすればいいじゃんってことなわけですねでです出席のその中身を拡大するわけだからそ,<う>その出席という文言については全部いじんなくていいよねっていうそうです,そうです,そうですだからあの衆議院とか参議院の規則で変えればすぐできるよねっていうのが、うん、この機能的出席説なわけですだからガーシーさんが基本的にはですよそのオンラインでいいんじゃねえかとこういう話をまし、あ、てたわけですけれどもだからあのこの機能的出席説に立てばですよせっかくね衆議院は去年検討してんだから立て <laughs> では、おあの規則を改正するだけでよかった。うんうん、あ、っていうことなわけですね。それで、まあ、あの出席したっていうふうに見なすことができる。わけですよ。だから、あの、そのね、よく出席の概念で、まず揉めてんじゃないですか。インタ、インターネット上の議論ではね、えー、出席とはなんぞやみたいな、行かないと出席じゃねえんじゃねえかみたいな話とかあるわけですけど。まあ、すでに衆議院の憲法審査会がこういう検討してる。わけですね。うん、去年の段階で。で、まあ、そういう意味では。 まあ、あの国会法を改正するっていうものも一つの見解というふうにねあの指摘する指揮者もいるって書いてあるんですけどうんまあそういうようなうん、えー、話なわけですねただまあ,あの本会議に関しては何か威厳がみたいな話があってちょっと慎重にしようねみたいなね委員会はできるよみたいな話で実際大阪府さんの方は委員会に関しては。 えー、オンラインでできるようにね維持、うん、したっていう話、えー、もうあるわけでだ決してできない話じゃないという、うん、まあ話なのかなというふうに思ってるんですだからなんでそんなにねぶち切れてんのと <laughs> その参議院の人たちもね規則改正したら終わりなんじゃないのっていうのは僕はま,あまず思ってるわけですよこれに関していくと。うんうん、で、えー、じゃあこのね、えー、資料、まあ、ね結構面白くてですねオンライン審議がなんでダメなのかとか、まあ、その基本的な考え方とかですねそういう えことについて結構論点整理されててすごく面白いんですけどあのじゃあオンライン審議の制度設計に関する基本的な考え方ということでじゃオンライン審議の位置づけなんですけどえいつでも実行可能な一般的選択肢として位置づけるっていうこととえあとはまあ原則は物理的出席で例外的な制度として位置づけるっていうことなんですねまあこれはお多くのねこの国会どうするべきかって出席。 の論者がいいるらしいんですけど世の中すごいですね <laughs> と思うんですけど <laughs> そのオンライン審議をまあ,あの, ② の例外的なねあの制度として位置づけてるよと今のところ僕はそれが間違ってると思ってるんですけど一般的なね選択にするべきだろうと当然、うん、えと思ってるんですけどまああのー。 まあその、ね、例外的としている理由っていうのは全国の代表である議員が一度に会して対面によるコミュニケーションにより熟議をすることは少なくとも現時点において議会の本来的な姿ではないかってことなんですけど僕対面とオンラインの違いはさっぱり分かんないのでその <laughs> まあ対面にしたいって気分はわかりますよ気分分かんないけど議員っていうのはあれでしょ言葉でやる人たちなわけだから。 そのまあ、コミュニケーションね対面の方がいろんな情報を得られるって当然あるかもしれないけれどもいやそもそもですよちょっとよくねみんな考えてほしいんですけどあの委員会も3分の1の出席ででいいんですよ、うん、で過半数のねあの議決でよくって今でも代理出席とか普通にやっちゃってるんですよ。 ねえだからそのこの話ってそもそも成り立ってんの今でもっていう話がまずあるわけで本会議だって全然休んでる議員いますからねだからあの叶うしもそういう話じゃないと思うしもう一つの理由とかすごいっすよねこれね内藤先生。これちょっと言いますけど、はいまあ、戦闘って尖った塔ね <laughs>、はい尖った塔に戦闘に象徴される威厳のある外観その中にある議場 繁栄系の議席配置やガラス天井の再興などの下でなされた議会の決定には国民を納得させる威厳ががんされているといった議会の象徴性の観点から議員が現に議場にいることが望ましいとの指揮者の指摘もあるこの指揮者は誰だよ <laughs> いやいや <laughs> あのね乗 <laughs> <の>ってると思うんですよここのねサマリだけ今コピーしてるんで<や> <laughs> あれなんですけどはい <laughs> 指揮者知りたいねうん <laughs>、あのー、いや っていうのは、まあ、別に日本の国会議場が安っぽい建物とかをするつもりはないんだけど<え>日本の中では確かにそれは威、ま、厳、あええ、の,のある建物でしょうただ、うん、あのいわゆる、ね、諸外国の議会と比べたときにあの建物が特別威厳がある建物と言えるかというと実は比較の問題でいうとなかなか難しい。うん 地方議会レベルだというふうに言われることもあるわけですよねほ他の国のだからあの建物をって威厳のある外観って言われてもねっていうやっぱりそういう儀式だったんですねみたいなまあ儀式ってまあだからもちろんね陛下をお招きしてとかっていうのあってねその儀式は大事だと思いますけれどもただあれですよね結局一度に返してあれなんだろうなきっとだからこの人たちはオンラインで やってるそのいわゆる議論の,あの、うん、審議の別のところでいろんな人があの動き回っていろいろその、うん、あれこれやり取りしてるじゃないですか、うん、いわゆる国体的なね。はい、あれが大できなくなくるかから反対だってんですねなんんですかねこの例外についての考え方って導入の趣旨っていうところなんですけど、うん、あの国会全体の機能の維持ってことで、まあね、あのコロナみたいな全国的な流行と災害の予告も遮断で、えーはい、国会全体の機能の、えー、と維持に変わるようなケースに限定するか。うん もしくは特定の議員の権限の行使の保障ということで妊娠とか出産とかね病気とか障害とか個々の議員としての権限行使の保障といったケースも。 含めだからるの何ていうんですかねえいざとなったらできるんじゃんって話なわけですよねそもそもねしかもだってこれあれでしょ女性議員特に若手の女性議員を増やすんだっていうことを言うであればあれじゃんこの二次審出産で参加できないからリモートでやるっていうことはこれ当然認めないとその制度的な趣旨にかなわないですよね。刑事訴追されるから帰っっててこないいんだうの こと認めるかってうのはまたあると思うんだけどでもまあいやオンラインにそもそもするべきでしょっていういや無だし例えばね出席やっていうことでちょっと気になってるのはガーシー議員個人のあれ別として彼の場合は国会に出ないっていうことを公約で歌って立候補して当選しちゃったわけですよね。 あのだとしたら例えばそのまあ立候補の時点では、ね、受かるかどうか分からないから、うん、あの制限するのはどうかと思うんだけども彼が当選した時点での規則を変えるというか少なくとも検討すすべきでよ彼が出てこない理由についてはともかく、うん、それは認められない理由かもしれないけれども、えーえー、でも例えば。 あのいわゆるそれこそ令和でね、うん、あの非常にその障害者の方で、ね、重障害の方が議員になったというような場合っていうのはもうあの人たちを国会の議場に呼ぶのがいいのか、ね、あるいはそれこそ病室かなんかもね、はい、あのリモートでできるんだことかいいのかっていうことは議論があってししかればいいわけでしょうで、ね、だ別ににそれこそこ本当に妊娠出産っていうことがあれば、ね、今後多分いろんな形で出てくるでしょうから。うん、だからそのね議会っていうのは2つの機能があると思っていて。うん 一つは多数決で、まあ、あの決ででめるわけですよね現実に3分の1の定足数を満たして<ー>で過半数が「うん」って言ったら「うん」なわけだからそういう多数決で物事を決めていく場であるっていう、まあ、そういう何ていうんですかさっき言ってたねあの威厳が大事だみたいな手続き的な意味での、うん、っていう話っていうのは、まあ、そっちの観点の話だと思うんですけど議会には少数派の意見の尊重っていうのもあるわけですようん、うん、その機能として。 これはあの民主主義と自由主義に対応する考え方だというふうに思ってるんですけど少数派としてねたとえその本人のパーソナリティがどんなとんでもだったとしてもですようん、うん、とんでもだったとしてもその議会に出ないといって当選してで去年の段階でこのオンライン審議の検討してるんですよねそのね国会としてね国会としてしていてじゃあこのね制度設計を考えましょうねという話をするのがさ あの普通なんじゃないと、うん、で、えー、いきなりね、あのー、オンラインでやりたいんですって言ってる人間をまあそのもう当選してるわけですよねで一応少数派の意見としてまあそういう話をしていてで規則変えればできる可能性が高くてでこうただ何ん,んですかその理由が気に入らんとかあ態度が気に入らんとか多分本人のパーソナリティも気に入らねえって話だったと思うんだけどによっていきなりそのまあ民主主義の ああ違う違う国会のね民主主義の機能ですよね多数決によってその人間を除名するっていうのは。 国会の自由主義の考え方をバカにしてる話だというふうふに思ってるんですやろうともできるんだから。あということで、えー、今回の決定っていうのは、ね、僕は、ね、すごくおかしいんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。全く検討してないってうんだったら、まあ、分からんでもないんですけどその実際に検討してるわけでしょこういう例外規定とかも含めてっていう話なんですよね。だってこれに限らずね、えー、あの僕全く評価してないけども。うん あの林芳正氏がね、あのやっぱりその本会議に出て、あのそれでその答弁するわずか50秒の答弁するために、あの G20 に欠席したわけですよ。そっちもオンラインだっていいじゃないかっていう。ね、だからあれだってそのまああれはその彼の責任というよりも、あのいわゆるその閣僚がいなきゃいけないからっていう立場あったとしても、政府側の出席規定です。出席規定。だけど例えば政府側の出席規定ってそれこそ安倍さんがね、外遊の日程がそういう議会にこう縛られてた同じですね。あれば。 例えばそれこそ,その外遊に行って、うん、その時間だけ合わせて例えばその50数秒だったら、うん、まあ前後合わせても15分取ればいいわけじゃないですか。うん、そこで オンンライでで対応すするっっっててことあたいいわけよ結局だからガーシーの問題というかガーシーのパーソナリティーは置いといてだからそこで全部いろんなのが噴出してきたという林さんの話も同じ話じゃないですかこれオンラインでできないっていうでねそういう古代の運営してるってことでしょ古代の議会の運営スタイルをやんないと威厳化保てないからって話してるわけですよ意味わかんねえんだけどそれこそイギリスの裁判所みたいに白いカツラかぶるとか日本だと白いカツラでちょ の上下でさ <laughs> はい、はい、そうですよ。ね図鑑のこう、ね なんか西洋西洋人のでの服装規定こうねみんなでスーツでこう出席してね何やってんですかって話もまあ僕も今日スーツ着てますけど、うん内藤先生のところがね、この子全然威厳がないだからダメだよね。<笑><笑>まあねだから服装規定とかも作んなきゃいいっけです、ね、あるのかどうかわかんないですけどね。あるでしょだってだってほら前にあの帽子をかぶっていいのが悪いのめとの話がやってまし <laughs> たね。<laughs> いやだから、うん、あの威厳がなんだっていうのもいいんだけど、うん、やっぱり。 あのー、すかさオンラインでできるという、で、もちろんね、オンラインだと、そのセキュリティだったり。あるいは本人確認ができないとかっていう、はい、技術的な問題、多分、多々あるんだと思うんですよ。で、うん <laughs> うん、でも、実務的な論点も、実は、この、あのー。 えっと憲法審査会の話でなされていて、ええ、実務的には ID とかパスワードの認証とか、うん、画面上のね組み合わせとか映像どういう風うにとかうん、うん、音声のみでカットするかとか、じゃあ個々の議員を一つずつ大画面に表示するかとかですよ、評決、えー、のみとするかあらかじめ登録した発言や臨時の同うどうにか提出を認めるかとか、なんかいろんな論点整理もしてるわけですよ。じゃあやれやいいじゃねえかってよ、うん。<laughs> ねこれごめんなさい。ななんで止まっちゃったんですか。わ <laughs> かんないです。これは。だって実現してないじゃないですか。今。うん、いやしてないけど。はい。はい 時間切れとかんいやだからあの単なる論点整理なんですよこれあだからまあじゃあまだこれからだよねってあでも本来はこれって、うん、でもコロ,コロナも終わっちゃったわけだから、うん、だも,うもうやんないでしょいう、うん、だから本来は <laughs>、はい、コロナで非急事態宣言出した時にこれ論点整理出して、はいはい、そこであのじゃあ今後こういうこともあるから決めなきゃいけなかったよね,、うん、ねだから結局サボってたから林さんの問題林大臣の問題とか、うん、このガーシーの問題とかが発生してるだけなんですよ。うんうん いやだからでもほんとね、はい、あのせっかくの機会なんでど、うんってのはねなんかねどの金がいらねえんだとサボってるやつがいらねえだろって話なんですようん、うん、検討を <laughs> と思ってるんですけどおっしゃる通りですはい <laughs> というあのだからねガーシーさんの個人のパーソナリティはまずどうでもいいですよどうでもよくって刑事訴追されてるということでやればそれはね法と、えー、証拠に基づいてね,、うん、あのね個人で勝手にやってくださいと <laughs> それに関しては。でもオンンライン審議がダメって っていうかを一方的にだからそのね態度が悪いとかそういうね要因もいろいろあったのかもしんないけど一方的にそれを民主主義の多数決の話でやるにはあんたら実は検討してたでしょっていう、うん、<laughs> そののオンンラインの審議をっていう話ですいやだってこれ多分いろんな形でね、はいはい、あのー、オンライン審議やっぱりやって。 いいいかざなと思ますよそれこそ在外日本人の投票権あるけど立候補できないってなってるのはあれが将来的に変わる可能性ってあるわけでしょオンラインの可能性ってある在外日本人の代表として増えてますからね例えばあ人数多いとか在米とか在中国の日本人が国会議員にっていう時に。 あのその可能性だって将来的には検討しなきゃいけない。まあそういう意味ではガーシーはまあソートも言えるわけですよね。まあソートも言えるわけですよ。まあ彼の場合はいろいろね、いろいろあるのかもしれない個人に合わせていろいろこう例えば、正直本にはどうでもいいんですけどだけどいろんな一石というかいろんなねあの問題的にはなった話ですよね。ええだからあのこれをね個人のパーソナリティの問題、人間性の問題みたいな話で終わらせるべきじゃないと思ってるんですね。そもそも。だからせっかくの機会なんでこれきっかけにまあそうでなく でも、あのー、例えば、国会議員がよく居眠りをしていると怒られるんだけれども。はいうん、でも、逆に言うと、居眠りをしちゃうような議事運営っていうのも問題があるわけじゃないですか。ね、そうですね。で、まあ、そういったところを含めて、やっぱりちょっと議会のね。はい、実務的なこと、やっぱり全部見直さないとだめですね、うん。居眠りもさ、あれじゃないですか。これによると、あの、個々の議員を一人つ大画面に表示するって書いてあるんだ。から <laughs> <laughs> のこれね、ポチ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 ,ポチやってったら、寝てる姿がもろ見えるようにしておけばいいんじゃない。 っていうん、<laughs> 話なんですよこの資料によるとね <laughs> と思うんですけど、まあ、まあだからかなりあの、はい、儀式化してるからねそうですねだから儀式だから多分やっぱり呼んでや,りたいやらせたいんだろうけれども、うん、まあそもそもあの国会の審議自体がですよあの今は事前審査によって、うんえー、まあ党議拘束がかけられて予算の修正とかも全然やらないわけじゃないですか現実問題として国会でうん、うん、だからそのね党議拘束とかその事前審査制部会とかの、ね。 ってていいううももものも含めてもう寝るししかないんでしょだから根本的にねあのオンラインの審議まずやるっていうこれ規則変えればできるっぽいので、うん、このね資料を見てる感じだとあの解釈によってはまずそこからやるべきだと思うしでその上でさらに国会のね議論っていうのがまともになるように あの登記拘束とか事前審査、これ昔なかったんですよ。うん、あの戦後も。なので、えー、そういうものをちゃんと開放して、ちゃんと議論のね、国会でやるようにするべきだと。いうことですよ。だから、今は儀式性が強すぎて、議論性が弱いから、このオンライン審議とか認めないって話だと思うんですよ。はい。だってね、それこそオンラインがね、本当進んでくれば、うん、あの限られた時は、まあ、出てくるにしても。はい、やっぱり地元に密着できるわけでしょうんそうですね。はい、あの、そういう意味でもいいと思うんですけどね。うん はいあのまあガーシー議員はどうでもいいんでそれちょっと今この機会にオンラインまあそれ言ったら我々の収録もオンラインでやってもいいかもねまあそうなんですよねはいまあオンラインっていうかもはやんか最近 AI がのね全部作ってくれるっぽいのでまあまだ AI ですからはいそうかそれで今日こんな格好になるのはいというわけでどうもちょっと異例な会になりましたまたよろしくお願いいたします 近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今、直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか、実はチャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。